さあ今回は皆さんお待ちかねの DJI Osmo Action 4と Insta360 Ace Pro の比較動画になります。あれ GoPro はって思われる方もいらっしゃるかと思いますが、 Ace Pro と GoPro の比較動画は先週すでにアップロードしてありますので、ぜひそちらもご覧ください。で今日のメニューとしては、最初に外観の比較、そして2番目はスペックなどを簡単に比較してみます。で3番目は比較映像をたっぷりお見せします。まあ、明るい中、暗い中、止まったり走ったり、いろんなことをして比較しています。で4番目は最後にまとめとなっています。で最初にまず外観を見てみましょう。まず一目でわかるのはサイズ感がね、かなり違います。まあ、Ace Pro と比べると Osmo Action は結構小さく見えますよね。でこれケージに入れることができるんですけど、ケージに入れると大体同じようなサイズになります。ケージに入れることによって今度縦にマウントすることができるようになっています。 Ace Pro はその部分はオプションで対応するようです。でマウント部分なんですけど、これどちらもマグネットと爪を使ったマウントになっています。マグネットで位置決めをして爪でガチッと挟み込むようなタイプです。まあ、脱着のしやすさとか、まあ、取り付けた後のこのしっかり感、剛性感などはあまり変わりがないかなと思います。まあ、使いやすさどちらも同じような感じでしょうかね。で次に、まあ、後ろを見るとよく目立つ部分なんですが、リアのこの液晶画面のサイズがね、結構違います。Osmo Action は 2.25、Ace Pro は 2.4 インチとなっています。そしてフロントの液晶は、Osmo Action 4はちゃんとこう撮影している映像を映すことができるんですけど、Ace Pro はもう昔の GoPro みたいに撮影時のいろんな設定が表示されるようになっています。でその下にこの液晶のバーみたいなのがついていて、撮影時は赤く、で止まってる時は青とか、バッテリー切れになると黄色が点滅とか、いろいろ分かりやすくなっていて、かなり離れていても確認することができます。じゃあ今時自撮りをするとき自分が見えないじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですが、実はこれフリップスクリーンになっています。まあかなり大きな画面で自分を確認することもできますし、タッチ操作とかも大きな画面で行えるので非常に操作しやすいですね。でさらにこう90度ぐらい開いて上からこう覗き込んでローアングル撮影とかもできますし、あとこう液晶をこんな適当な感じで開いてやってスタンドのように置いて使うこともできますので結構便利です。アクションカメラでフリップスクリーンっていうのは今までなかったんじゃないでしょうかね。液晶の立ち具合はどちらも非常にいいですね。でメニューシステムのこのまあ操作の仕方はかなり違うんですけど、どちらも直感的に使えるようになっていて迷うことなく操作ができると思います。でこれから寒くなるのでウィンタースポーツに持って行ったりとか、あとバイクや自転車でもグローブをはめて操作すると思うんですけど、グローブをした状態では Ace Pro のスイッチの方が押しやすいですね。大きくてストローク感もあるのでしっかりとこう押せます。分厚い手袋をしていてもやりやすいですね。 Osmo Action の方はもうちょっとなんか繊細な感じで、あまり分厚いものをしているとちょっと分かりにくいかもしれません。 Ace Pro にだけある機能としては、まあ、撮影中に一時停止をして途中でいらない部分を抜かしてもう一度撮影を再開したりとか、撮影が終わった後に今撮ったものいらないなってなった時に長押しでキャンセルすることができたり、撮影が終了した映像に対しても さらに付け加えて映像を1本の動画としてこうまとめることもできる、そんな機能も搭載されています。で次このレンズの部分なんですが、結構話題になってますけど、 Osmo Action はこれ交換式になってますよね。で Insta360 はユーザーによる交換はできないようになっています。でここがネックだっていう方もね結構いらっしゃると思うんですけど、実はこの部分非常に大きなニュースがありますので最後にお伝えしたいと思います。で防水に関しては Osmo Action は 18m、 Ace Pro は 10m となっています。じゃあ2番目スペックの比較をしてみたいと思います。まず、まあ、一番重要なセンサーなんですが、これはどちらも 1.3 分の1インチというセンサーが搭載されています。レンズの F 値は Osmo Action は 2.8、Ace Pro は 2.6 となっています。で最大解像度は Ace Pro は 8K で、 Action の方は 4K ですね。で最大フレームレートは 4K120 になっています。どちらも 4K120 です。で写真の画素数は結構違って、 Ace Pro は4800万画素で、 Osmo Action は1000万画素ぐらいになっています。でバッテリーの充電時間もどちらも急速充電時は非常に早くて、Ace Pro は46分で満充電になります。 Osmo Action の方はちょっと満充電は書いてなかったんですけど、 80% に達するまでが18分、 Ace Pro は22分なので、まあ急速充電に関しても若干早いか、まあ、変わらないぐらいかなと思います。
で熱停止までの時間はちょっともう寒くなってきちゃったんでなかなかこうテストが難しかったんですけど、車の中に置いてちょっとテストしてみました。25、6度の温度で 4K120 というまあちょっと無茶な設定で撮影を続けてみました。で結果ですが、エースプロは53分、オズモアクション4は49分でしたね。 4K120 でそこまで回し続ける人は、ね、いないとは思うんですけど、まあ、あの似たような結果でした。ちなみにですね、 GoPro は21分でした。逆にこれから冬なので雪山などでどのぐらい耐えられるかっていうのを試すために冷凍庫でテストしました。マイナス20度ぐらいだと思うんですけど、その環境の中でエースプロが1時間24分ぐらい持ちました。オズモアクション4は動画が分割されてしまっているんですが、合計すると1時間53分ほどでした。で GoPro は1時間6分と結構頑張りました。で最後アプリなんですが、まあ、あのどちらのカメラもアプリに接続して撮影したり編集するっていう、まあ、基本的なことは同じことができます。どちらもよくできてはいるんですが、まあ、どちらかというとインスタ360のアプリの方がよりこう楽しいですかね。AI 編集とかで、まあ、いろんな面白い編集とかエフェクトをかけたりっていうこともできるようになっています。それとスマホに撮影した映像をこうダウンロードするときにもバックグラウンドでのダウンロードが可能になってますので、ダウンロード結構時間かかる間他のことをやっていてもその通信が途切れたりっていうことがないのは非常に便利かなと思います。さて次はいよいよ比較映像になりますが、これどっちがどっちのカメラか分かりますか？左がエースプロで右がオズモアクション4になります。こんな感じで自撮り棒の先につけてちょっと走ったりしていますが、どちらも手ブレ補正がよく効いてますよね。でこの部分をですね、アプリを使って AI ワープ編集をするとこんな感じになります。もう何がどうなっちゃってるんでしょうかねすごいな。これちょっとスローモーションなんですけど、どちらも 4K120 で 24fps で編集しているので5倍のスローモーションになっています。とても綺麗なスローモーション映像を作ることができます。で次はちょっと逆光気味の自撮りなんですが、まず画角はどうでしょうか。どちらも最大画角です。顔色がね、顔の明るさと色が全然違いますよね。 Ace Pro の方が明るく色も普通に映っています。次はちょっと手ブレ補正のテストをしてみました。まあ、横揺れになるかと思うんですけど、これすごい漕いでる状態です。むちゃくちゃ盛り漕ぎをしています。笑っていますが左右にむちゃくちゃ揺れています。上の映像のようです。でちょっとよくわからないんでスローモーションにしてみました。でこうやって見ていくと、後ろのビルなんかを基準にしてみるとですね、オズモアクションの方が左右にブレが少ないような気もしますが、まあ、正直ほとんど変わらないですかね。スローモーションにしてやっとわかるぐらいの違いかなと思います。なんか電車も走ってるしすごい映像になっています。で電車といえばですね、これちょっと日没後で月も見えたりするんですが、鉄道の撮影もしてみました。これは特急列車でしょうか。次に今度は西に向かう、これは姫路行きの新快速かなんかなんでしょうかね。こちらが西側になります。 4K60 での撮影です。次々と通勤列車が走ってきます。で次はですね、貨物列車を2倍ズームで撮ってみました。インスタ360 Ace Pro のクラリティズームがやっぱり綺麗ですね。 JR の文字もはっきりと映っています。まあ、通常アクションカメラってデジタルズームしかないのであまり使う気がしないんですけど、このぐらい映るんであればね、十分使えるんじゃないかなと思います。次にバイクに乗りながらこんな感じでカメラ2台を自分の方に向けて撮影をしてみました。4K60 で、そして一番広い画角での撮影になります。まあ、空がまるでね、合成映像のようになりますが、一応本物の空です。まあ、どちらもね、非常に綺麗に映ってますよね。今度はこのシーンを AI ワープ編集するとこんな感じになります。ちょっと顔の辺がなんかおかしくなっちゃってますけど、なかなかすごいです。で今度はカメラを後ろにマウントしてみたんですが、こういう時に、まあ、画角を確認する時なんかにこのフリップスクリーンがね、すごい役に立ちますね。後ろからの映像は水平維持というモードで撮ってみました。
まあ、結構くねくねしているんでバイクも体も傾くんですが、まあ、ビシッとこう水平を維持したまっすぐはまっすぐに撮ってくれる気持ちのいい映像になっています。で次は逆光テストをしたんですが 4K24 にしてあります。エースプロの方は 4K24 とか30にすると自動的に HDR になります。まあ、太陽が映り込むぐらいの逆光になってるんですが、まあ、後ろの木とか私の服とかねもう全然写りが違いますよね。次はやはり日没後なんですがライトがつき始めるような時間に街の中をちょっとバイクで走ってみました。4K60 で走っています。まあ、超広角で撮っているのですごいスピード感ですよね。実際はね30キロぐらいしか出てないんですけどね。でだんだんと暗くなってきてるんですがこうなってくるとエースプロの方が安定してますよね。オズモアクションちょっとこう車体の振動かなり拾い始めてるのがわかるでしょうか。明るい時はあまり違いなかったんですけどだんだんとね違いが出てきてます。でちょっと止めてみるとよくわかるんですけどオズモアクションの方が若干明るめに映ってると思います。まあ、その分シャッター速度を下げて、まあ、明るさを稼いでるんですけど手ブレ補正がちょっと厳しくなってきているという状況かと思います。でもう一つ面白いのがこれオズモアクションの方はシャッター速度が落ちてきているので横断歩道とか横のあたりを見ると景色が流れてこうモーションブラーがかかってるんですよね。でこれがまあ自転車とかバイク乗りの方はあえてこういう表現がしたくて ND フィルターとか使われていると思うんですけど今回はこれシャッター速度が遅いので自然に出ているわけです。シャッター速度が上がるとモーションブラーも消えてしまうんですが、まあ、それをあえて表現するためにオプションの ND フィルターとかね購入されると思うんですよね。でエースプロの場合はそれがアプリで、まあ、こんな感じで、まあ、疑似的にではあるんですけどモーションブラーを追加することができます。今アプリでちょっといじってるんですがこれ左がアプリで書き出したものになります。ちょっと止めてみますけどやっぱり横断歩道のあたりとか左右の景色がねこう流れていってるのが見えますよね。まあ、こうやってスピード感とか滑らかさを表現することができるようになっています。でこれ明るい、どんなに明るいところでもアプリでこう追加することができるので、バイク乗りとか自転車乗りの方にはいい機能なんじゃないかなと思います。などと話しているうちにメリケンパークに到着しました。ホテルオークラが正面に見えてきました。この辺綺麗ですよね。イルミネーションの色が全然違いますね。でですね、ちょっと左折をして今工事中なんですがポートタワーの方に行ってみたいと思います。この右に見える赤いタワーが神戸のポートタワーです。日没直後の港の景色を少し撮影してみたいと思います。どちらも一番広い画角で今撮影をしています。向こうに観光遊覧船がちょうど帰ってきているのが見えるんですがやはりオズモアクションの方が、まあ、先ほどの続きなんですが若干明るめに映っています。空なんかもエースプロの方が綺麗にこうオレンジから青に階調が出ていると思います。で向こうのビルの右下に見える文字の部分をちょっと拡大してみたいと思います。で2倍にしたものをさらに 200% に引き伸ばしてるんですがやっぱりクラリティズームエースプロかなり綺麗ですよね。モザイクのこの M の文字を支えている後ろの支柱とかもねはっきり見えます。でその下の建物の部分を見ても2階部分の、まあ、全然やっぱり写りがね違ってますよね。オズモアクションほとんどもう潰れちゃって何が何だかよくわからないような感じになっています。で写真もちょっと比較してみたいんですけどまずはオズモアクションの写真です。まあ、大体1000万画素ぐらいの写真になっています。まあ、こんな感じです。でこちらがエースプロの写真です。4800万画素の写真です。結構違いますよね。で次はちょっと逆光気味の写真なんですが、これを 400% に拡大するとこんな感じになります。どうでしょうか。さあ次はいよいよ暗所性能の比較をしてみたいと思います。どちらもこれ標準モードで 4K24 で歩いています。特に低照度対策は何もしていない状態なんですがいかがでしょうか。まあ、やっぱりこう足の振動が伝わってこう光がブルンブルンってにじみますよね。
まあ仕方がないんですけど。で、次はですね、これピュアビデオオンにしてみました。オズモアクションの方は通常のモードなんですが、低照度手ブレ補正がオンになっています。オズモアクションの方は低照度対策をまあ最大限している状態になります。まあどちらもいい勝負でしょうかね。次はですね、インスタ360 Ace Pro の方は低照度手ブレ補正という機能をオンにしています。そうするとですね、まあ、多少の上下動はあるんですが、光の部分のブレがもう全くね、なくなります。もう明らかな差がありますよね。イルミネーションとか撮影するときはもう確実にこのモードですね。止まるとね、あんまり変わらないといえば変わらないんですが、若干あの白い部分、グレーの部分なんかのノイズがね、やっぱり Ace Pro の方が綺麗かなと思います。もっと暗いところ行ってみますが、やはり Ace Pro 圧勝という感じになっています。いやいや、 DJI には D-LogM があるだろうっていう方もねいらっしゃると思いますので、ちょっと試してみました。まあ、私も DJI のドローンとかポケット3とか使ってますので、 D-LogM の良さはねよく知ってるんですけど、これ標準のラットを当ててあります。そして ISO は MAX で3200にしてあります。まあ、若干というか明るさはね結構違いますけど、光のにじみ具合とかはさっきの標準モードよりは良くなってますよね。夜もやっぱ D-LogM で撮った方がちょっと綺麗なんでしょうかね。で、Ace Pro の方は通常のピュアビデオで撮っています。オートで撮影をしていますが、まあやっぱりでも見比べるとピュアビデオ綺麗ですよね。でさらに Ace Pro の方は低照度手ブレ補正オンにするとこんな感じになります。Osmo Action 4の方は D-LogM で撮影するときはそういった手ブレ補正、低照度手ブレ補正みたいな機能は選べなくなります。つまりこれどちらも暗いところでオートで、まあ、一番綺麗に映せるであろう設定になっています。先ほどと同じような場所をまた撮影していますがどうでしょうか。この左の電球がいっぱい光ってるのなんかはやっぱり歩くとボワってなりますね。暗い方に行けば行くほどやっぱり差が出てきますかね。光の部分のにじみ具合はやっぱりだいぶ違いますね。で次はアクション4の方、暗さ対策ということで ISO を MAX6400 に上げてみました。そうするとまあ、まだ若干暗いんですけど、光のにじみとかは同じような感じになって結構いい感じになりました。ただですね、結構今度はノイズが出てきて、なんとなくこう全体的にシャープさがなくなるというか、もやっとした映像になってきてますよね。このモスクもね、すごいシャープな建物カクカクってしてますけど、これなんかちょっと拡大してみるとやっぱりこうレリーフとかも消えてますし、後ろの雲なんかもねノイジーになっちゃってますよね。で暗い中でちょっと走ってみたんですが、まあ、やっぱり大きな衝撃が加わると結構手ブレ補正にも差が出ますね。で次は恒例の車載映像なんですが、DJI Osmo Action は標準ビデオモードで撮っています。 Ace Pro はピュアビデオですね。まあ明らかに左側の方が綺麗に見えますよね。で次は Osmo Action は D-LogM で撮ってメーカー純正のラットを当てています。さっきの標準モードで撮ったものよりはだいぶね差が縮まってますよね。ちょっと暗いかなと思いますけど、 D-LogM もかなり綺麗です。まあ、編集が一手間増えますけど、やっぱり夜も D-LogM で撮った方が綺麗な感じがしますね。まあ、見比べるとやっぱり Ace Pro の方が綺麗なんですけど、このOsmo Actionの D-LogM の夜景撮影、夜撮影も、まあ、これだけ見ればね、アクションカメラとしてはかなり綺麗に見えますね。という感じで、比較映像は以上になります。いかがだったでしょうか。ということで、最後簡単にまとめになりますが、まあ、日中の撮影を見る限りでは、もう映像を見る限りでは、本当にもうどっちで撮っても全然不満はないんではないかと思います。手ブレ補正もよく効きますしね、非常に綺麗な映像が撮れます。で画角に関しては、まあ、見ていただいた通りの違いかなと思います。皆さんどちらが好みでしょうか。で夜間の撮影に関しては結構ね差がありましたよね。ピュアビデオプラス低照度手ブレ補正オンにした時のこの綺麗さはね、歩きながらでも本当に綺麗な映像が撮れますので、まあ、夜も綺麗に撮りたいっていう方はね、 Ace Pro なかなかいい選択肢になるんじゃないでしょうか。
あとはバッテリーとか暑さ寒さに対する耐性ですけど、まあこの2機種はそんなに大差ないかなと思います。冷凍庫での結果はちょっと違ってましたけど、まあそんなに実用上大きな差はないんじゃないかなと感じました。最後に気になっている方も多いと思うあの部分についてです。そうです、レンズカバーについてなんですが、まあ、メーカーの方からの情報によると、購入してから1年以内であればケアなどのね長期保証に入っていなくても、東京のサービスセンターに送る送料はまあ自分持ちなんですが、そこに送ることによって無償で修理をしてくれるようになったようです。まあね、アクションカメラなのにレンズカバーが交換できないということで購入をね躊躇しておられる方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあなかなかいいニュースじゃないかなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。引き続きこういったアクションカメラ関連の動画いろいろ出していこうと思いますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。